どうも、宮島拓人です。さあ、それではですね、今日は前回の大人の遠足の続きをしていきたいというふうに思います。非常にちょっと前半は一番パート1の動画のちょっとハイライトを交えながらですけれども、せっかく奈良の公園行ってきましたので、あんなことやですね、こんなことちょっとしてきたり、いろんなとこ行ってきたりしてみましたんで、その動画をまとめてあります。それではご覧ください。どうぞ。後ろにですね、興福寺さんがあります。ちょうどここの階段を上がっていくと中金堂さんの正面に行くんで、中金堂さんの正面へ行きたいと思います。前に建て直った、建物になります。ちょっとこの興福寺さんに関しましては、いろいろと撮影ができるところできないところがあるんで、できるところをしっかりと、写真でお伝えしていきたいと思っておりますので、ダイジェストをどうぞ。それでは興福寺一通り歩いてきました。ちょっと奈良に来ました。お客様まだお食事を取られてると思いますし、それこそこの後国宝館、中金堂、北円堂と進んでいきます。その間に私はですね、やりたいことがあります。鹿せんべい、奈良に来たんで、鹿せんべいを購入して鹿にあげたいと思います。ちょっとその動画を撮ります。早速買いました。いやー、分厚い、こんなにいらない。いや、でも今日ね、奈良もね、人が多いんですよね。そもそもの食べ飽きてる可能性がちょっとある。ちょっとやばいですね。ちょっとなんとか鹿に今から鹿せんべいあげたいと思います。よし、じゃあ早速、食べてくれそうな鹿が見つかったんで、カメラを向けます。あ、いいね。まあ、絵的にいいね。よし、もう行くの？ちょまだいっぱいあんねんけど。行っちゃった。撮らしてね。おい、来ないから。はい、鹿食べてくれました。ちょっとでもいっぱい食べてるっぽいですね。ちょっと1個食べたらすぐ逃げちゃう。鹿がすごい多かったですね。
出発までまだ45分ありますんで、予定にはなかったんですが、これ今赤い鳥が見えてます。これはの春日大社さんの一の鳥居というところに今います。せっかくなので最後お参りしてから私は帰りたいと思います。それでは15分近く歩いて、間もなく境内に入っていきます。春日大社さんで参拝を終えてきました。いやー、意外と参道が長いので、これからまた歩いて帰ります。バスの出発時間にはなんとか間に合うと思います。ね、世界遺産にも登録されてます春日大社さん。自分も今回は、こういう風に、ね、コロナになっちゃう、コロナの状態なので、いちも早く収まりますようにという風にお祈りをしてきました。皆さんももしよかったら春日大社さんも参りに来てみてください。こんな感じなので、ぜひ確認してどうかと、違いがあるか違いがない同じかを確認してみてください。じゃあバスに帰ります。はい、事務所から撮影をしています。1日終了いたしまして、今8時、でございますけれどもね、本当に今日は本当朝早くからですね、12名のお客様と一緒に、奈良行ってくることができました。もういろんなところですね、動画とか写真で撮らせていただきましたが、本当に今日行った菊水路さんにしてもですね、もう本当ふさ観音さんにしてもね、幸福寺さんにしてもですね、本当に生で、見てほしいところっていうのが本当にたくさんありましたので、ぜひですね、今日私が行ったところなんかも、今度もし旅行行くってなった時に行く一つの候補にしていただけるといいんじゃないかなと思いますし、ぜひ私自身は行ってほしいところ、太鼓判を押せる非常にいいところばっかり今日は行かせていただきました。来ている方々もね、本当皆さんいい方が多かったので、私自身も本当に今日一日楽しく過ごさせていただきました。東海特殊観光という会社で言えば、また11月の21日から自社のツアーというものがぼちぼち始
まっていきます。まだ申し込みを受け付けているツアーも実際ございますので、そのことについてはまた改めて、ご紹介もしながら投稿ねさせていただきたいと思います。ちょっと間際になってきてますけれども、ぜひですね、これを機にちょっとでもですねお出かけ、していただければと思いますし、ぜひ、リアルで体験してもらえるところですね、肌で感じるところがあると思いますので、ぜひですね、そういうところを体験しに来ていただきたいと思います。本当にですね、いいところばっかり行かせていただいたので、もう動画編集をしてもですね、こんだけ長くなってしまいまして、本当にすいませんでした。もうちょっと短く、行ったところが分かるようなものを作りたかったんですけれども、本当にそれが今日はもうカットを短く編集するということが難しいぐらいで、いいところをたくさん言わせていただきました。本当に最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。